今週のテーマは、家族のように話し合える時間が喜ばれている。時間があれば行きたくなるのはどのようなお店？こんな質問をしたところ、表現は違っても気の置けない店長がいるという内容が多かったです。具体的にはカウンター越しに店長がいて、話し込んでくれる時と静かにしている時のタイミングがよく、他のお客様とも必要があればコミュニケーションを取れるというお店でした。私が質問した相手はある程度の年齢の社長さんや店長さんが多かったので、偏りはあると思いますが、大きく外してはいないはずです。お客様の喜びのポイントにアプローチする方法は無限です。